失われたデータウェポンの手がかりはこの地球にある。行け、者ども、我々の手に取り戻すのだ。突然現れ、町を破壊するガルファ奇獣。北斗と銀河、二人の少年は運悪くガルファ奇獣に追い詰められてしまう。逃げ場はない。行き止まりだ。もうダメだよ、銀河くん。俺は踏みつぶされてぺちゃんこになんかなりたくねえぞ。その時、大地を揺るがし現れたものは巨大ロボット。ロボットは少年たちをコクピットに乗り込ませたのだった。うわわわわ、なんだってんだよ。僕たち捕まっちゃった。そこの子供たち、誰？僕たちが見えてるの？ええ、私はベガ、敵じゃないわ、安心して。今あなたたちがいるのはギアファイター電動のコクピットなの。電動？コクピット？あなたたちが驚いてるのはもっともね。でも電動に選ばれたからにはあなたたちにやってもらわなくちゃ。やるって何を？詳しいことは後で話すから、とりあえず戦ってちょうだい。とりあえずって言われても。敵は目の前だ。畜生、やるっきゃなさそうだぜ。
このでっけえのは。どうすんだよ北斗。そんなこと僕に聞かれたってわかんないだろ。でもこのままじゃ町がめちゃくちゃになっちゃうし。ああもう戦うしかないじゃん。今までにない強い反応があるの。強敵かもしれないから気をつけてちょうだい。行くぜ。
ッタくん。俺たちに任せときなって。私はエリス、あなたたちの味方よ。バックアップ電池を使って回復してあげるわ。お、助かったぜ。交換作業に入るから防御体制に入って。ありがとう。なんかすごいな。どうしたんだよ北斗、嬉しくねえのかよ。敵の援軍、この反応は まさか。もう一つのギア、ナイトオーガ。ほう、子供がパイロットとは。まあどちらでもいいことだ。片付けることに違いはないのだからな。黒い電動？敵だよね。腕に何かつけてる。なんだっていいさ、倒しゃいいんだろ。倒しゃ。次はこうはいかぬ。まったく、なんてやつだ。黒い電動、ベガさんにエリス。これって何がどうなってるんだろう。さあ早くファイルセーブするのよ。何？いいから早く叫ぶのよ。ファイルセーブ。あ、僕のギアコマンダーに見たことのないマークが出てる。ん？これってさっきのやつが落としてった青い馬じゃねえの？
ユニコーンだよ、これ。黒い電動に勝ったから、こっちに移ったんだよ。はぁ、それよか、俺たちこれからどうなるんだろう。ようこそ、地球防衛組織ギアの本部司令室へ。ここはあなたたちが戦った敵ガルファに対抗するために作られた組織なの。そしてこれから君たちの戦いの拠点になる場所よ。これからってまた戦わなきゃなんねえのかよ。そうだよ、なんで僕たちが。いくらなんでも勝手すぎる。それにこの格好なんだか恥ずかしいな。ちょっと、あなたたちそれでも男なの？地球のためなんだからグダグダ言ってないで戦えばいいでしょ。なんだよいきなりって、女の子？そうよ、なんか文句ある？この子の名前はエリス。戦闘中に電動の状態を知らせてくれたり、電動のエネルギーがなくなった時バックアップ電池を使って。はい、エリス、データウェポンについて説明してあげて。あ、はい。あなたたち、ちゃんと聞くのよ。なんで偉そうに。ライトオーグに勝った時ギアコマンダーにユニコーンのマークがついたよね。それは電動の武器になるデータウェポンというものなの。データウェポンは全部で7つ存在するわ。7つ揃えて初めてガルファを倒すことができるの。残りのデータウェポンを探すのがこれからの仕事になるわ。それから聞いて驚きなさい。データウェポンを持っていればすっごく強力な技が使えるようになるのよ。でも技を出すごとにバックアップ電池を1本使っちゃうんだけどね。そんなにすごい技出すの難しいんじゃないかな。
強力な反応を確認。二人とも気をつけて。おっしゃ、行くぜ北斗。了解銀河。行くぜ。確かデータウェポンの反応はこの辺りだったはずだけど。悪いが一足先に私が手に入れた。前回のようにはいかぬぞ。オーガ、またあいつだ。Oh!
が二度までも。ファイルセーブ、レオサークル。レオサークルを装着するとキックがパワーアップするんだ。無事でよかったわ。早速だけど聞いてちょうだい。敵について新しいことが分かったのよ。
強力な反応を確認。二人とも気をつけて。行くぜ。何も隠れてそうだな。気をつけて。なんだろう、静かすぎる。やはり子供好きだらけだな。うわあ、びっくりすんじゃねえか。相変わらずふざけおって。
お帰りなさい。敵に関する新しい研究結果が出てるわ。オーガとの対戦についてよ。ある順番で技を繰り出していくと、オーガにどんなにエネルギーが残ってても戦闘不能にすることができるの。それをプログラミングアタックと呼ぶことにするわ。プログラムの順番は私にもわからない。自分たちで探し出してみて。プログラムね。例えばどんなんだよ。こんなプログラムも考えられるわね。例えばジャンプキック、しゃがみキック、投げ、コマンドアタックでプログラム完成とかね。でも途中でガードされたり攻撃を受けてしまうとプログラムは消えてしまうから、電池がない時でもプログラミングアタックでなんとかなるんじゃないかな。電動発進。Thank you.
行くよ。行くよ。行くよ。強力な反応を確保。行くぜ。ファイルロード、バイパーウィップ。システムダウン。あら、頑張るじゃない。行くぜ。Thank you.
進。
いよいよ次。電動発進。ここは空中で。Thank you.
ガはついに6つのデータウェポンを手に入れた。残るは1つ。喜びに湧き返るギア本部に恐ろしい事態が。We'll be right back.
あの光が僕たちを助け。
っしゃ、やった、やっとこれで家に帰る。まだよ、タルファ皇帝をこのまま。
頑張ったわね。さあ、帰りましょう。おう、ほら。え、あ、ただいま。ただいま。おかえり。ほんと。ん？ガルフ。動物。そう。だから。でも。いや。み。お。